はい、どうもタンタンです。こちらレフアのウクレレですね、まあ、オールハワイアンコアウクレレとしてですね、ハワイアンコア家具を、展開しておりますレフアさんとティキティキのコラボで生まれたこのウクレレブランド、まず特徴はね、なんといってもオールコアということですね。ボディそのものもそうです し、まあ、見た目、指板、ブリッジ、そしてネック、こちらも全てハワイアンコアを使ったという贅沢な一本でございます、はい、こんな感じ。こちらの個体はソプラノサイズの S3 という個体で、サイズソプラノサイズの 3A グレードのモデルでございます。シリアルがこちらが657というシリアルの個体がこんな感じの木目の個体でございます、はい、これねクーラーの、ね、この部分多分ねちょっと節があった部分があったと思うんですけれども、まあ、そのここが特徴的な雰囲気かな、はい、で指板も結構カーリーが出てたり、ネックもねカーリーが出てたりと結構、まあ、3A グレードではあるんですけれども、かなり綺麗な木目、全体の木目が綺麗な一本かなと思います。クリアにカンと抜けるそんな感じがしますね。楽器自体もすごく軽くできてますし、やっぱりネックもコア、指板もコアということで、すごく音抜けの良さ、そういったのは感じられるし、こうなんて言うんでしょうね、こう弾いて音を出すと全体にネック側にもすごく振動が伝わってくる、そんな一本に仕上がってるかなと思います。新品の状態でも本当に良くなる一本なんじゃないかなと思います。そしてさらには、まあ、ハワイアンコアにこだわってる点も一つは大きいんですけれども、演奏面にももちろんこだわりありまして、まあ、12フレットのジョイントではあるんですけれども、R 指板ですね。まずね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけども、 R 指板になってるので、まあ、このあたりハイポジションの方まで行ってもすごくバレーコードも押さえやすいっていう点、これがねすごく良い点。セッティングもね結構弦高低めにしてあって、かなり弾きやすいセットアップになってるんじゃないかなと思います。さらにはペグもね UPT なので、そのあたりチューニングなんかも非常にやりやすくという感じで、こう古いね昔のデザイン、12フレットジョイントのこうちっちゃいソプラノサイズ、ソプラノスタイルではあるんですけれども、今のねこう使いやすさとかも十分に考えられた、そんな一本かなと思います。ということで、こちらレフアウクレレからですね、 S3 ですね、ソプラノサイズの 3A グレードの1本で、シリアルが、657ですね、はい、657の個体がこちらの個体でございます、はい、ぜひお問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。